はいどうもクラゲです。というか今回なんですけども、いや本日25日の更新で TS 第6弾が来ると予想されてたんですが、まさかの TS 第6弾来ず、こちらです。パワープロの日記念10連福袋、さらに TS5 弾の狙い撃ちのみと、で先発中継ぎが追加となっております。いやで TS 第6弾と思ってたのに来んかったし、せめてどっちか野手で来てくれでそういえばこちらアニバーサリーの選抜総選挙2022の結果発表が出てます。いやカープめちゃくちゃ僅差やったけど、マクブルームと堂林さんと3位の西川選手との票差は1460票でした。僅差すぎるやろ。結果発表、はいはい、ということで選ばれた24名はアニバーサリープレイヤーとなって11月登場、お楽しみということで、いやこれすごいぞ同率やん、すごっ。誰に投票したか見えんのかな、まあ、この7420票ね全部堂林さんに投票したんで、まあ、少なからずこの7420に生きてくれたかなと。いやーよかった。ちょっとこの中継ぎが結構面白いんで、まあ、ちょっとラインナップの方を見て、引く球団ちょっとここから決めていこうかなと思います。まずヤクルト、こちら木澤選手ですね。いや中継ぎねほんまに面白いんですよ。意外と適正中継ぎで球種立てすら泥かカットと、第2球種はスプリットで、さらにこれ超タイピンチ追ってるんですよ。だからタイピン発動時の立てすら変化量 S です。落ちすぎやろ。でカットもドロカも B 曲がりなんで、まあ、ツーシームがねないとはいえ、なんかちょっと相手のバッター惑わせそう。で阪神渡辺選手、俺と名前一緒やけど鍋がねちょっとちゃうんすよね、書き方が。うん惜しい。2種類あるんで鍋は、口の方と頬の方です。いやどうでもよちょすごっ、ストレートシンキングファースト高速スライダー、高梨さんやん。タイピンは、あー対左打者奪三振キレ、楽天バージョンの高梨選手みたいな感じかな。何かってサイドスローなんかな。あーなるほど、超タイピンチとかあったら面白そうやったけど、リアル軌道だと結構曲がるんかな、サイドスローやったら。でジャイアンツ桑原選手は球種は高速シンカーフォークサークルチェンジスライダー、これ変化量一緒やん。さすがに使い分けはな、球速が8キロもあるんで使い分けは難しいと思うけど、まあ、ないよりあった方がいいよな。特の伸び20丸打たれ強さ対ランナー、今後もしかしたら強くなるかもっすね。でこちらカープの安田拓さん追加されました。しかも球種ツースプです。はい、やっと来たわ、ツースペ。これ横変化とかやったら本当怒ってたで。特の長打三振伸び荒れ玉、もしかしたらねシールド2とかスプリットの変化量上がったりするかもしれないんですけど、まあちょっと欲しいっすね。普通に北方向と南方向しか球種ないやん。カット投げてなかったっけな。まあまあまあいいですわ。中日清水選手は第一球種のみと、特の長打三振切れ対左でした。あーなるほど、まあ今後の球種追加期待っすね。でこちら横浜伊勢選手はストレートスライダー高速シュートチェンジアップは、これ多分安崎さんみたいなあれよね、斜めの。おでツーシームカットボール、まあ、スラカット高速シュートでもて遊ぶ感じかな。でしかもタイピンチも持ってる。あ横浜がちょくちょくピッチャー強化されつつありますね。いや面白そう。オリックスビドル、おーストレートスライダーナックルカーブツーシーム F 出た。オリックスは F でもしっかりとつくからねツーシーム。あでも普通に強そう。あタイピンチを持ってる。え強いんじゃないこれ、サイドスロー。あー上手投げか、まあ、純正にいたら普通にありがたい枠っすね。あ続いて覚醒で出たゲレーロ、160キロ超えてるよね。そう163キロツーシーム縦皿なんですよ。まあ、スプリットないとはいえ、まあ、ちょい下ビエラって感じかな。で超豪速球奪三振伸び、今後これ変化量とか上がったらめっちゃ強そうやぞ。で楽天西口選手はこんな感じと、ナックルカーブフォークがある感じか。で伸び20丸奪三振タイピンチを持ってるんですが、まあ、組み合わせ的にまあどうかといったところっすね。でソフトバンク藤井選手がめっちゃ面白くて、これフォースラってなんなん、しかも変化量めっちゃでかい。これもしかして縦皿と回転が一緒やったら、あの覚醒の山岡選手みたいに縦スライダー2種みたいなねチート配球ができるんですよ。しかも藤井選手ってもともとカープの選手で、カープが戦力外して、まあ、そこから社会人のチームかな、独立リーグやったっけを経由してソフトバンクに入ってるんですよ。いやだからカープなー、なんで切ったんかなっていう。で交流戦バッチバチ抑えられてましたねカープなんか見ててめっちゃ気持ちよかったわ。戦力外にしたチームをバチバチ抑えるって、まあ普通に使ってみたいですね。でジャム吉田選手も球種が結構豊富で、まあ、ツースプとでナックルカーブもあって、まあ、伊藤大海選手みたいな結構球種豊富っすね。でスラカットもあると、伸び20丸奪三振対比でありました。中継ぎも先発もできるっていうところいいっすよね、ツースプで。で西武は本田圭佑選手、清清しいじゃないですよ。球種がストレートフォークカットボールカーブサークルチェンジで高速スライダー、まあ、高速スライダーとカットがあるのがちょっと面白いかな。変化量差がないけどね。特徴力もタイピンチ持ってて伸び20丸、まあ、高速スライダーの変化量が今後上がったりしたら面白いピッチャーになると思います。ということで一通り見てったんですけど、まあ、先発はね、まあ、一通りこんな感じです、ざっくりと。まあ、こんな感じで、まあ見てはいかないんですけど、まあ主に欲しいのは中継ぎ枠かな。はい。
やっぱり僕が欲しい選手はこの人なんですよ。これもうこの方につきます。ビエイラが欲しすぎるから、これジャイアンツでまた回そうかな。高橋優希選手も欲しいですし、まあ、もちろん矢崎さんも欲しいよけど、まあ市立の方がもうちょっと強くなるかなと考えた時に、まあ無理して追わなくていいかなと個人的に思っちゃったりしてます。わからん、市立もしかしたら通信も剥奪されるかもしれんけど、まあ、一旦今回もジャイアンツで引いていいですか。本当にね、12球団の方の強化したいんで、ということでパワプロの日10年記念福袋、こちら引いていきたいと思います。2回目と4回目で自チーム確定ですね。お願いします。いや俺もね、パワプロちょっと遊んでるから、ちょっとこういうところでね、なんて言っけあのキャラパワポケコンやったっけ、なんかちょっと忘れたけど、こういうところでちょっと恩返しをしてほしい。パワプロもちょっと遊んでるから俺も。ただ俺この前のさ TS 第5弾、めちゃくちゃいい引きちゃったんで、ここでちょっと確率収束するかもしれないです。なるほど。ちなみにグレードアップも来てるんで、もしかしたらグレードアップも増すかもしれないっす。いやここ A だけ、はい。あ、ここ自チームじゃないんか。20連目っすね。ここ自チーム。マジで頼む。高橋選手か、ビエラ選手。頼むぞ。レッツゴー。いや、ていうか TS じゃなかったらこれ、もしかしてさ、TS 第6弾廃止された説ある？もしかして。一応予想では30日という予想なんですけど、さすがに来るよな。あの40連確定の TS5 弾挟んでる時点で、まあ、6弾構成なのはほぼ、間違いないと思うんで、来ると思うけど、いつ来るんやろ。それで今後確定のみっすね。マジ頼むぞ。ビエラ来い！頼む！いやー待って、持ってる。この前も当たったやん。え、この前のガチャ動画でも当たってるって坂本さん。じゃあ30連目やっていきたいと思います。次の自チーム確定は40連目です。いやみんなごめん。今回、マジで見どころが全くない、動画になるかもしれん。だってほんまに補強させてくれ。頼むわ。通常選手俺使ってみたい選手いっぱいおんねん。あ、もうこれ飛ばそう。嘘やろ、確定外 A ランクすら来んの、やばいって。うわ確率渋。これ自チームですね。え、マジお願い。え、かぶりやめて。かぶりだけは本当に頼む。2枚引きすごい。 S ランクが来たらあれなんや、確か自チーム確定なんや。演出は多いけど、2枚引きっぽくはないな、これ。うわ、キッズマジでもうなんか胸痛いわ。やばい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 。ほんとに。全然こん。確定外なんもこん。ただここで高橋選手かビエラ来たら報われる。頼む！頼む！来い！なんなんこれ。え、マジでありえん。え、もう意味わからん。マジで来ない。